こんにちは、ジェイブ明石でございます。本日は21年式のモコですね。グレードの方は E になります。インテリジェントキー付きです。こちらの車フロントの修復歴あります。そしたら外観の方を見ていきたいと思います。外観特に汚いっていうものはないんですけども、ちょっとへこみがね何箇所かあるんですけども、よく見りゃへこみなんだなっていう感じなんですけども、まずはじめリアハッチですね。わかりますでしょうか。ここに、ちょこんとぶつかったんですね。でこの辺にもちょっと跡があるような感じです。一応磨きと内装の方は全て終わっておりますんで、こちらの車の方は、もう綺麗な状態になっております。そして大きなところから言うとここですね。左側のステップ、助手席側のドアの、助手席側の後ろのドアですね。ここら辺を少しへこみをやってます。ただ言われなければね気づかなかったんですよね。こんな感じで見ても、色が色なんで目立ちにくいんでしょうね。あと助手席のドアのこちらですね、ちょっとエクボがあります。そんな感じですかね。全体的には綺麗な車かな。あとすいません、ボンネットのこちらですね、ここにちょっとへこみがあります。本当にちょっとですけどね、いう感じです。ルーフの方はこんな感じで綺麗です。ちょっと光の反射でどういう風に映ってるか全然今わからないんですけども、いう感じです。内装の方入っていきたいと思います。内装の方がよいしょ、今すいません暑いんで窓全開にさせてもらってます。内装こちら後ろの、席から見た、フロント席ですね。そして運転者の目線はこんな感じになるんじゃないかなと思われます。よいしょ。インテリジェントキーですのでね、こちらの方で、回してもらえればエンジンかかります。キーを差し込む必要性は全くありません。そして ETC 付きです。ライトレベラこちらですね、ライトレベライザー、こちらカードとかをなんか差して、まあ駐車券とかそんなのを差し込むですね。距離の方が 41,826km です。ワンセグ付きのナビゲーション付き、こちら多分すいません、メモリーナビだと思うんですよね。メモリーか SD かになると思うんですけども、多分メモリーナビだと思ってください。オートエアコンです。そしたら、今度はシートの方を見ていきたいと思います。運転席のシートです。ビニールかぶってますけどもだいぶ綺麗に仕上がっております。特に汚いっていうイメージは全くないですね。反対に僕のお尻の方が汚いです。助手席側に移ります。助手席側も同じくビニール貼ってあります。取り外してみて、あんま綺麗ですね。はい、という感じです。そしてリアシートです。リアシートの方も、バリバリ綺麗になっております。ラゲッジルームです。はい、こんな感じです。天張りの方ですね、天張りの方も特に問題ないかと思います。はい、ちょっと珍しいね、パープルのモコなんですけどもあんまり見ないんで、ぜひこちらのとても珍しくてすごく品のある色のモコ、よろしいんじゃないかと思いますんで、お客様のお問い合わせお待ちしております。J-Boy 明石店になります。0789393070になります。カーセンサーにも、掲載させていただいてますので、お問い合わせの方お待ちしております。失礼いたします。